こんにちは6月1日日本株投資戦略レポートをお届けします楽天証券久保田です今日の内容ですけどもウクライナ情勢について現在の私の考えをお話ししたいというふうに思っていますウクライナへのロシアによる侵攻が長期化すればするほど世界経済世界の株式に対するマイナス影響というのはどんどん拡大するとでもし早めの停戦が実現すれば それは世界の株式市場にとってプラス材料となると思うんですけれども残念ながら長期化すするる可能性がが高まっているといとうのが今の今状況で,すで、まあ、仮にです、ね、早期の停戦があったとしてもその停戦の条件中身によっては世界の経済株式にとってプラスにならない可能性もあると。 いうことをお話ししたいというふうに思いますなお今日のレポート内容を評価していただければぜひチャンネル登録お願いいたしますいいねボタンもお願いいたしますではまずですねウクライナの停戦が見込めなくなってしまっている要因についてお話ししたいというふうに思いますそもそも早期の停戦ができなくなってしまったロシアに対して欧米および日本などが経済制裁を課していると その経済制裁が効果を発出すれば、まあ、ロシアが停戦を求めざるを得なくなるんじゃないかという期待が初期にはあったんですけどもその初期がの期待というものが、えー、薄れてきていると対ロ制裁が十分な効果を発していないそのためのよ3つの要因というのがあるということですね。で1つ目としてそそもそも今あの原油天然ガス穀物の 国際市況が大幅に上昇してるんですけれども、それはロシアの主要輸出品であるということです。だからロシアの輸出ですね、いろいろ経済制裁で量が減っても価格がすごく上がってるんで、その値上がり自体がロシアに強い追い風になっているということがあります。で、二番目として、まあ、ロシアに経済制裁をしてると言いながら。 ヨーロッパなどがロシアに対してエネルギーでの依存度が高すぎることからエネルギーの金融がでできていないといなととうことですねで EU が先日原油ロシア産原油の部分金融でやっと合意したとロシア産の原油を まあ輸入しないようにするという話なんですけども、まあ、部分的にしかできないといととうことそれも時間をかけてということですねでしかもこのニュースが出たらまた原油 WTI 原油先物がまた大幅に上昇しているということでなかなかそのロシアからの輸入を停止できないっていうことに加えてそういうことをするとまた原油が上がってしまうというジレンマに 見舞われているととうことですで3番目として、まあ、中国やインドがロシアの制裁に参加していないということで、まあ、EU などがロシアからエネルギーを輸入しなくなればその分 あの中国がいやインドが輸入してしまうという可能性もあるしまたあの欧米の企業などが、まあ、日本などもロシアから撤退するということになるとそれはまあロシアの現地企業が買うという可能性もありますし、まあ、あと中国などが買っていくという可能性もあるということでなかなかロシアへの制裁が効果を発しない結果としてウクライナの停戦がなかなか見込めないという状況になっているということがあります。 でそれを表してるんではないかと言われているの,が,ロシアの通貨が急反発しているととうことですね2月24日にロシアがウクライナに侵攻してからルーブルが対ドルで急落したんですねこ,のこれちょっと上に向かってて急落っていうのがちょっと分かりにくいかもしれませんけどもこれ1ドルあたり何ルーブルかということですね。 で、1ドルあたりが90ルーブルだったのが、まあ,あの一時140ルーブルとかになったということは、これドル1ドルに対してルーブルの価値がお落ちてるということですね。ルーブル安ということです。ルーブルが暴落していてこれによって。 ロシアがあの生活雑貨なんか海外から輸入する時ルーブルで買える雑貨が減るということでロシアの,あのインフレ懸念が強まるという話だったんですけどその後ルルーブルが急反発してるんですねロシアに対する制裁があの十分な効果を発しないということでルーブルの通貨は急騰して でウクライナ侵攻前の水準よりもさらに高いところまで上がっているということがあります。もう一つロシア株なんですけれども、ウクライナ侵攻の直後に急落したんですけれども、こちらも反発して価格がこう戻してきているということで、まあこういったことから。 ロシアへの経済制裁が十分な効果を発していないんじゃないかという見方は強ままっていますではロシアのウクライナ侵攻いつ終わるかウクライナの終戦いつになるでしょうかということなんですけどこれ実はですね3月に皆様にアンケートでウクライナの終戦がいつになると思いますかという質問をしています。 3月28日から3月30日の間にご回答いただいてるんですけど3400名以上の方の回答を集計した結果がこちらです。まあ、4月から6月までに抽選になるというのが2 9 1月から9月というのが 25%10 月から12月というのが 13%2023 年以降というのが15%と。 いうことで短期の終戦は難しいのではないかと考えていらっしゃる方が多いということですねで、じゃあ終戦があったとしてその後の日本アメリカヨーロッパとロシアの経済関係どうなると思いますかということでこれも3つの選択肢の中でお答えいただいたんですけれども終戦条件がウクライナに有利で 経済制裁はほとんど解除されるということですね、まあ、これあの、まあ、ベストシナリオなんですけれども、まあ、例えばですよウクライナがロシア軍をウクライナ領土からあの全て駆逐してそれで、まあ、ロシアが事実上降伏するという形でウクライナに有利な終戦が実現すると。 でそうすると、まあ、あのロシア完全降伏ということになると日本や欧米による経済制裁も解除される場合によっては欧米日本企業のロシアの中の事業というものもそのまんま継続でき,できるというようなことでほぼベストシナリオなんですけど回答者の割合16.3%しかいなかったということですね。でえー、終戦条件がロシアに有利で まあ、ロシアへの経済制裁が続くという考えの方が41.8%いらっしゃったということでこれはまあ終戦が実現してもあの株が必ずしも上がらないと結果につながるかもしれないですね。 私は、まあ、このどちらとも言えないという結果になるんじゃないかというふうに思ってるんですけどある部分ではウクライナに有利な、えー、条件が認められある部分ではロシアに有利ということで双方にとって、まあ、納得のいかない形の終戦であり、まあ、それは終戦ということではなくて単なる休戦停戦であり平和条約というのは結ばれないまま何十年も経過するという 可能性があるんじゃないかと。だから、このどちらとも言えないっていう。この41.9%の方がお答えいただいてますけど、まあ私もそういった形になるんではないかと思います。で、そういうどちらとも言えないような。条件での一時的な停戦というのは？ 年内に実現する可能性もあるというふうに思っています。これ予想することはほとんどできませんので、予想ではなく株式市場を考える上での可能性シナリオとしてお考えいただきたいというふうに思います。で、えっ、ー、と先ほどのアンケートですけど、終戦後の動きどうなりますかということで、上昇するとお答えの方が四十八点七パーセント、大きくは動かないという方が三十一点一パーセント、下落するという方が十一点四パーセントと。 いうことでまあ、終戦ががが起こってそれれ交換されるという方が約半分ですねいやあの終戦になってもその実態があのプラス左右にならないという考え方も残り半分ぐらいいらっしゃるということです。じゃあ,あの私がどう考えているか、えー、これ何度も申し上げますけども、えー、と私自身に予想するだけの十分な情報がありませんのでこれはもう単なるシナリオ停戦のイメージ一つの可能性として 考えていただきたいんですけどもまあ、年内に停戦はできるだろうとそういったあの議論を今ヨーロッパなどでも、えー、欧米でも始めてはいますね多くの問題を未解決のままにしたまま少なくとも戦争状態を一旦終結させようということで年内に一応可能ではないかというふうに現時点で想定しています で大量、えー、制裁の全面解除はできないということですね。当然あの領土問題などはあの解決することはできないと思いますので、領土問題を棚上げしたままの休戦状態というのが今後数十年続くという可能性もあるというふうに思っています。じゃあこういう停戦だったらば世界の株式市場にとって全くプラスにならないかというと。 私はそれれでも世界の株はが実現すすばプラスだといいううふうに考えていますあの全面解除はできませんけれども、まあ、ごく一部のことに関しては解除されるかもしれませんし少しだけでも経済が動くということになれば最悪を想定している株式市場にとってはプラス材料になるというふうに考えています。 で領土問題棚上げの休戦が数十年続くとしてもそうした中で世界の経済は成長するし世界の株はそれを織り込んで動くとといいう形になると思います多くの方にとって納得のできない状態が長期化するんじゃないかというふうに思いますが、まあ、世界経済は 不当な戦争や不当な搾取といったものと共存しながら成長し株式市場はそれを織り込みながら上昇するということが続くのかというふうに思っています私がよく相場の時引き合いに出す三国志演義に出てくる有名な言葉で地極まれば乱に入り乱極まれば地にいるという言葉があります平和が続くと戦争が起こりやすくなり 戦争が続いた後は平和な時代が来るという意味なんですけども残念ながら世界は戦争が起こりやすい状況が続くのだろうというふうに思われますそれでもあのそういった状態の中で世界の成長は続くでしょうし株は上昇すると思います戦争ということも要素に入れて株式市場の分析をしていくことがこれから重要になるんだろうというふうに予想しています 以上です。ご清聴ありがとうございました。